ハイタイ、グスヨー、チュガナビラ、グンゴチ、13日、金曜日、急で急到底、シンゴチヌ、7日、ナトウイビン、カフムイラジオ、チムビラの時間なとウイビン、パーソナリティーや、しまくとばべんちょうソろはハルとトはい、えー、チュんベンチョウサビラ、シマ、ヨーリーデイビル。はい、ほかま、チヨコヤイビン、いたしくウニゲイサビラ。はい、うのみっちゃいしうツドきサビイクとゆたさるぐとゥ、ウニゲイサビラ。 この番組は、うちなの音とカトリンとうち、うちなんちと主服いもっち、異文化と積極的に関わっていちるくくるはぐくり、ファーフジエヌ・ニフェーヌ・クるとしまくとば、弁償、弁償じゃない、弁償って言ってしまった、えー、っと、<laughs> 弁償し、ね、伝承し、いちる番組は、いびん、グブリンナといびん。はい、毎週しまくとば、うちなかなさするぐ、ちぬちチャーカラットのお話、 え身近でウクチャルうちなあのニュースのコーナー、ゲストのうんちいしお話しちちゃるコーナーなどの内容し、青くリサビン。また、パソコン、インターネット、ユーストリームからの同時放送、ソイビークツうちなナーヤマト海外界暮らし型ソウル、うちなーカナサスルクシューんくのクン番組、ちちるクトなナイビークツ最後まで、ちちみソウリオタイ。ツイッターからもね、あの、ツイキャスで放送もしてますので、そちらの方もぜひ、 お楽しみください。そして、えー、ラジオン地庁64からメッセージ、直訓リクエスト、下くと場に関する質問など、どんな意義的ミスを利用電話とファックス番号や、098-934-8653、934-8653、E メールアドレスン、7 6 1 9 アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FMKOZA.jp くぬ番組や FM コザ 76.1MHz より FM コザ沖縄ハンズオン NPO 学校法人知政会琉球リハビリテーショントイレクーラー水回りのことなら茶単調加え有限会社万代設備 キャッシュバック一番店、有限会社、ケイテル沖縄のソフトバンクネーブルカデナ店、中野町店、沖縄ライカム店、au ショップネーブルカデナ店、ジャタンミハマ店のご協力し、お送りサビイクトゥ、ユダサルグトゥ、ウニゲーサビラー。 はビちむびらはじまいびいたしがぐすうやお茶がんじゅうしあっちびしえびが屋台だいぶねあの天気もまあよくなって本当に初夏を感じさせる今日この頃ですけれどもまたねちょっと蒸し暑くなったりしてね本当にもう夏なってるなって感じがしますけどね料理先生たちは、はい、な夏巻きしてませんかあ 朝、今からもっとね夏本番が迎えてきますのでね、<laughs> うん、あの水分取りながら、うん、あの脱水症状ならないようにね、食べてからね、あのくんちゅもつけながら。<laughs> やらんといけないねまさむ何がまさむかねあ,あのよちょやのお話しやびがあ今日ね、うん、ちょっと待ってよその話に入る前にさちょう先生もちょっとさっくりしてるからその間にちょっとお知らせしとこうねはい、はい、えー、っとですね <laughs>、うん あのまあ今もだいぶニュースでもね少し落ち着いてきてますけれどもまだまああの余震も続いてると思いますがえと熊本県のこの震災を受けてえと熊本県にね希望を送ろうということでえと熊本復興支援チャリティーイベントということでえとレインボーキッズヨガのえと主催のイベントが。 今度の、えっと、5月15日、今週の日曜日ですね、えーっと、開催されることが決定しているそうです。えー、っと場所の方がテンブス那覇のポケットパーク、テンブス前の広場の方ですね、料金はもうお気持ちに任せますということで、まあ、この復興支援につながるイベントということで、えーっとまあ、ヨガの教室なんですけれども、キッズヨガ、それからズンバがあったりとか、ダンスのパフォーマンスがあったり、あとは、あの、 フリーマーケットなどもあるそうですので,で時間の方が朝えっと10時からまあ夕方7時ごろまでということでありましたのでまあフェイスブックの方でもですねえーっと Act4 熊本キッズヨガとかですね熊本復興支援チャリティーイベントということであのイベントの方アップされてますのでえっとレインボーキッズヨガの方までぜひお問い合わせお願いしたいと思いますえっとちょっと待ってくださいよ お問い合わせ先ですけれどもちょっと待ってね英語で書かれてるからちょっと待ってくださいよはいえっとこのキッズヨガのえと主催者のえと内間さんの方になってますがちょっと待ってくださいね情報がちょっと途中までしか載ってませんねえっとレインボーキッズヨガもしよければちょっと検索してみて くださいねちょっと今手元の方に連絡先がないんですがフェイスブックページの方ではレインボーキッズヨガプレゼンツ熊本チャリティーということで、えー、と入ってますねで、えー、と那覇の天物館の方の情報の方にも載ってると思いますので、えー、とお昼頃から、えー、ということで、まあ、10時と先ほど申しましたがあの会場自体は10時から空いてますがこのイベント自体が12時から午後。 5時ままでとなっておりますで、まあ、あのフリーマーケット、それから、えー、ダンス、ズンバとかもあるみたいですね、まあ、いろんな催し物をやって、このあの売り上げを、まあ、チャリティーとしてこの熊本の復興支援につなげていこうということで、今回初の,あの試みということですので、ぜひ那覇の、ね、国際通りとか、あの辺行く方はぜひご協力お願いします。以上お知らせン おアッキーさん来てますね早速はいおはようってことね顔半分しか見えないやしってありますけどねごめんなさいね <laughs> あのツイキャス今ちょっとさあのよりはどっちかっていうとユースト寄りに座ってますのでまた後でちょっと調整しますねはいなのでまた今日も1時間お付き合いいただけたらなと思いますはいじゃあ今日早速今日の トピックに入っていきたいと思いますが。えっ、ー、と、先週、だ、何話したかも覚えてないけどね。一 <laughs> <laughs> 週間ば <laughs> あ。そうだ、アイアイビー。ぬぶいとくどいくずちだ。うん、あくだい、あくだいくずちね。だだ、だ今日おかしくなってるさ、もう。<laughs> 私、夏巻きしてるのかね。わからないけどね。そうん、それこそ。あぶしれる。はい、ということで、今日はもう、じゃ、より先生に。 あの払ってもらいましょうね <laughs> はい今日はもうあぶしバレーっていうことであのまあこの時期ねほんと畑の,この稲がどんどん育ってくるんですけどまあそれと同時にやっぱり虫の活動もね活発になってくるっていうことでちょっとこのあぶしバレーについて今日はゆんたくひんたくしてみようかななと思ってますなんかねえと4月のよく吉日にこのあぶしバレーをするとあったんですけど旧暦ですよ。 旧暦のね,いいね今ちょうど4月の7日、うん、まあ4月入ったばっかり生4月ああ、うん、4月の四月のか、ね、14日15日あたりやいびんで、はいうん、この、A、だやい稲付がありますよね2月ねその時の,あの育ったのがね、はい、あの 腰ゆくいゆというのかな。要するに休むってあったから農民の方がね頑張ってるから腰を休ませるというすその時になんだよね虫たちがいっぱい入り口を求めて光を求めて木の葉っぱ農家の春んかいもろしがてちょうん。 うん、だからやっぱり生活する人はいやこれ、はい、あのね、うん、あのこの網芝礼っていうとね、はい、あの戦前、うん、私の,あの農村部落かつれん早原の方では部落の前の方はほとんど田んぼと畑だったんですけどねうん、うん、その網芝礼っていうとねあの稲あの 稲の植え付け。それが始まった頃のね。あの、あぶしですよね。だから、あの、虫がつかないようにという。あの、あぶし道ね、あじ道は田んぼあたりの。田んぼのこう、四角、四角、田んぼのその周囲のね。草を、か、か、あの、刈り。てあの、虫、虫払い。虫がつかないように、稲にも。綺麗にしていた、あの、あの風景を思い出しますね。あぶしばれっていう。 まあまあ、やっぱり殺すのがあるんだよね。うん、殺すんじゃなくてこのおっこの農薬ね。ところが昔はそうじゃないじゃ、うん、ね。これはあのこの麦の葉っぱとかとんがったものをとんがったところをあのエ、えーク。 うん、うん、それを、あのして、おみ流すんだよね。うん、殺さないでね、うんうん、これ、ふに、ほにごあちくや。うあの、やっぱり信仰的、え、まあ、しん、そういう風習、そういう信仰していた。という、うんうん、ある、があるから、やっぱり、こう流すというのも、やっぱり。うん、あの、しん、信ずることが。 うんね、やっぱりそうなると思ってたんでしょうねそういうのをやった、うん、農薬がない時代ですからうそういうふうなね、うん、やり方であの虫を払うという、はい、そういう歓迎があったんでしょうね、うん、虫払いというのは。だからねあの今この先生たちが話してる間ね、うん、あのツイキャスちょっとカメラが。 ここから見ると私はちゃんと見えてるんですけどリスナーさんから見るとちょっとずれてるんですよだからねずれてるとかね人がいないとかねのじめましてとかね夏負けって5月ですよって言ってるけどね5月でも沖縄結構蒸し暑くなったりするからね風がない日もあったりねだからこれやこれはさっき言ったやに あのとても弱ってる時にねやっぱり虫下しんちナチョラね海の海藻これも虫あのこのあれなのよ虫腫し腫腫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 の腫腫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  あぜ道あぜ道、田んぼのあぜ道、田んぼのあぜ道とか、やっぱり濃度そういったところの草刈りとか綺麗にするはいはいバレはじゃ払うって意味ねそうそうそう油を払うってことだね払いのけるのあれね払うやっぱりあの田んぼの道をまあそれを払いのける前にいろんなあの あありますよね。犬からのメンジ、ェイゴアとかシェイゴアがいるし、ねまた農家が延長もセチンナもいるし、チンナもね、チンナもいるしねね、ェイゴアもいるし、あのやっぱりこの虫たちがねみんな生き物だからね、ちっくりもちっくり落ちこえるそこと、メンジもちょくってですね。 戦前はひばりがよく飛んでましたよね。最近ひばりが見えないですね。あのやっぱり農業してる時でもね。チン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 ってこわ、ここの方で。あの。何冊。ね、ひばりが鳴く。その風景も見られたんですけど。最近のそのひばりが鳴くの全然。見えないですよね。なんか最近見たことないですね。うん。だからお付き合いに。ええ、かしてるのかな、このように。 ののせいいかななでくやっぱりねまあ被害をね生き物も大事ですけどねやっぱりまた生活の被害を受けるのもやっぱり人間にとっては迷惑やびしそれからねこのアブシバレーで虫よけもしますけどやっぱり人間もあの さっきのお話ゆり子先生が話していた虫払いの虫食だし人間もナチョウラあれを食べてこれもね海に行って自分で取ってくるナチョウラそれを日にこう枯らしてそれをまたね乾燥してからまた虫食だしとして。 戦前はこれで蒸し粉だしやってましたやっぱりダラダラおわらターがあのいやいやおもないようなあの本当にダラダラしてるから蒸し粉だしがおるあれまたとっても苦いよね苦い苦くてね美味しくないんだよね味もなくてねあのナチョーラはねナチョーラって言ったらあの海藻ですよね海藻ですね蒸し粉だしの薬みたいになって見た目はねとっても美味しそうなんだけどね もう煮込んだらもうとてもじゃないけどあのなんか前聞いた話ではこのナチョーラーの汁の中にクルーザータ入れて子供たちが飲みやすいのに学校でこの使命なアビで炊いてからやりよったよって話聞きましたよみんなでねこれを食べてしくだしねやっぱりやってました。 やっぱあれかなこの暑これからもっと暑くなるからそれまでに体力つけるっていうのもあったかもしれないですね。まあ悪いのを全部払ってね。そう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 払払うね悪いの。うん。あそうなるほどね。まあね。うん。あのこれもいいですけどね。うん。やっぱり薬のせいかあの美味しくはないんですあのナチュラっいうのは。 トロトロにに炊いてね、食べたのを覚えてますね。そっかそっか。まああれはどうして殺さなかったのかね。不思議ですよね。ね、コルサンゴとあのモギノファーとかクバのファーとかでね、骨ごは作って骨ごは作やにまたあのったのは貝の役目みたいね、これねありますねエイクね。まああんか一応やや。 なんかこひ人ところによって違うらしいんですけどあのなんか本島からこの海にこの流す時はなんか八重山まで行って要は自分たちの島から離れたところでこの食べなさいよじゃないですけどやったりとかだけど八重山からしたら向こうも大変だからあのまた八重山方面はその二来家内にら行かないに。 行って、ちゃんとそこで食べなさいねっていうところ。ああ、るみたい。ですねうちなんじゃ、だいたい南の方にね。みんな、そんな感じですね。フェ、フェンカインって。フェンカインかティーマ。そうそう。ましいよって言ってからね。まあ、流してあげるんだけどね。干潮にやるみたいね。ああ、干潮じゃ。干潮選んで。うん。はい。あ、これ、お尻の沖まで。はい。ける、ようにね。

まあ余興で頼まれていったことはありますね。阿武氏バレンナ。はい。だからねこういう感じでまあ本当に農業はねあの盛んなところ特に稲作盛んな場所はそういう儀式を行ってね。うちらまた海の締まる呼び言葉や長さる長チェイスケーテコンキンチそういったお祈りをねあの。うんうん 新女たちはやってましたねやってるみたいですねもう戻ってこないでよってねやってたみたいですね兄弟ね俺嫌なものしわじゃよさんちそういう風にねもう本当に前置きだよねうちならのねそうですね本当にいろんな本当にそういえば戦前はもう本当にあのこ田んぼとか自然がいっぱい た時代そのでね、うん、田んぼとか畑とかあった時代はこの聖はあったね、うん、いっぱいいたんですよ、ね、あの頃は。うん、最近はもうほんとねちょっと見られ、うん、ああいうあれはいっぱいいたあのこう畑に行くとポンポン飛んでいく聖話<ー>がいっぱいいたんですけどね最近畑行ってもあんまり。 そうだね、また王フがね住んでるところはあ,のあれみたいですよ、目ゆる、この指示見方そういったんで、本当あれはそうだったと思いますよ、本当に。き、うん、結構、リスナーさん多いですね、ツイキャス結構挨拶来てますね、AKB ファンさんもありがとうございます、<laughs> ね、カッシーさん、それから犬さんね、アイデアさん、マスオさんって言った方がいいのかな。 えー、ゆうささんんとかごめんなさいねカメラずれてるけどあの調整してますのでまたねちょっと島くとばも大和口もマンチャーヒンチャーしてますけど、うん、今日はあぶしバレーの話してますのでね厄払い、うん、または畑の虫、ね、払いの話してますので、うん、ぜひ一緒に参加してもらえたらなと思いますねもらによってはいろいろね、うん、おまんおしん。はい うんあれして三心一歌たいもうたいね本当にこのちょっとした仲良くいいみたいな感じでねやりますよねまた今ウリズンの七夜ビ行くとまたあのね歌人やファっていうしてねいいんですけどねただ本当にも日によってはもう暑すぎて。 風もなくてね、うん、あの日から日ないかなって思うぐらいカラッカラになる日もあるんですけどもうねなんか梅雨入りしたっては聞きましたけど<あ>梅雨の様子ないですよね暦ではまだですよね全然のその感暦はもう少し後なんですけどやっぱりこの旧暦に合わせてるのかなっても思いますけどねうん、うん、あ 今ねツイキャスでカッシーさんから来てますけど山口県には田植えが終わったらこれはひざやしって言っていいんですかねひざっていう字に似てるんですけどひざやしという打ち上げがありますってあっちもなんかやっぱあれなんだね田植えが終わったらちょっとご苦労三回みたいなのをやるんですねなんかあのミルク遊ガ風を迎えるの意味で法作を拝ってます あるかもしれないみんな同じだね。うんうんうん。そうやっぱねこの熟いも熟いやるのまた結構大変だからね。そうですよね。もう何時今時だからね。ね。あのなんていうのか自然の本当生一虫だけじゃなくてこの天気までね天気ももされるし。やっぱりね。でもあのもしをあのやっぱり生き物だから。はい。 くるさんごと、ね、あ、骨を作ってやるというのは、やっぱりこれは。あの、あれはいいと思いますね。あの、教育に対しても。そうですね。うん。うん。坂本の。いい考えだなって。すごいと思いませんか。ね。うん。この、ね。殺さずに、ちゃんとこの。生きたままで逃がすっていうのはね。いいですよね。 その辺はやはりあのいろんなところのね国ともしした残もあるんでょあの、うん、やっぱり農業をやってることは皆さん一緒だと思いますよ、うん、あのやり方ね、はい、このやっぱり昔は農薬があんまりなかった時代と、うん、今の時代とは昔のやり方、はいうん、そして今のり今はもうあの農薬 どんなでしょうやっぱり農薬は使われてますでしょ、うん、ものによって違うと思いますけどあ、ね、まあその農家さんによってもね、うん、例えばもう大量にあの作らないといけなくて早く出さないといけないっていう状況だったらやむをえず使わないといけない状況っていうのはあると思いますけれどまあほに昔のね逆にやり方を あのそのまま残してまあ無農薬米っいことでね出しているところもあると思いますしそれぞれ、またその人たちの生活スタイルによってこの熟芋熟芋の仕方も違うとは思うんですけれどまあ農薬のない時代だからすごかったはずね,、うん、ね美味しかったかもしれない新鮮だしね、うん、生き物たちはもうすごかったと思いますね。うん 田んぼの曇り岩に行ったらね、太ユとかうなぎとか、本当にそういったのがいましたからね、今、害虫は人間にとって恐ろしいものではあるけど、やっぱり殺さないで生かしてね、南の方へ行きなさいとかね、そうやって。 あの、言葉をして、流すというのをねうん、うん。本当ね。生のわらばたんか、あがやの心。<laughs> <laughs> その心よね、えー。うん。うん、お、シーサーさんもハイサーいてきてますね。うん。はい、ね、戦前ほら。うん、あ、今は、うん、あの、水道があるから、便利になってますけどね。はいうん 戦前はあの田んぼの水が乾くとこう、はい、割れてきますよね。は、うんうん、あのじじ、はい、地,地面が浸れてくるから、ねうん、あのそのためにこの田んぼに水を汲み入れるうん、うん、あの汲み場があったんですよ。その汲み場からずっとずっとこう手でこう、うん、あのバケツでこう田んぼに水を入れる。はいうん、これ手手仕事でずっとやってたんですけどね。うんうん そのせいかな、今田んぼはもう少なくなってますでしょそうね、田んぼはもう。一番近いところだと、あの大山あたり。あっちは今は。あっ、まあ今田んぼは無ですよね。えっと、いげいかな。あ、いげいね。はいはいはい。いげいと。いげいですね、あの辺ね、田んぼはね。あっちはだから、畑休ませるときはコスモス畑に変身するから。新聞にもよく載りますけどね。 今年はだからこのちょっと咲くのが早くて見頃がちょっとずれてしまったねってことでラジオとかでもねよく聞いてましたけど前は羽ネジターブッカというのがとっても有名でしたけどねあっちも大体もう畑に変わってますねそうですね昔は。すごかったんですけどね羽地ジターブッカというと。 薬品会社があったみたいですね薬の会社があってその周りがみんなタブッコだったみたいです、うん、はいもうほとんどあのハニジタブッコってもすごかったですよ、うんうん、40年も前かな50年ぐらいになるね、うん、そうだねあのぐらいの時にはもうやっぱ田園風景がね広がってたかもしれないですねこのあの害虫のね、うん、あの生き物のために

要はこれから、またあの花を咲かせたり、実をつけるから。その時にも、取ってしまったら、結局そのものがなくなるからってこともあるみたいですね。新しく生えるものを、切っちゃったらダメという、うん、うあれですね。そういうのを、伸ばしていくために。はやっぱり、うん、あの。 入らないように、山には入らないように、それをの、生き生きと伸ばして、生かすためには。あの、買ったりして、りたりしたらいけないよという。はい。あれで、山富だったんでしょうね。あとはまた、海だったら、あの、この時期にちょうど。あの、魚が。産卵して、稚魚が育つ時期なので。それでらしいですね。よいしょ。よいしょ。 これちょっと今日安定だね。もうちょっと近いけどちょっとごめんなさいねツイキャス使ってる人たち,落ちるかかな大丈夫ね、はい、ツイキャスご覧の皆さんごめんなさいねもう今ちょっとあの置いてるところちょっと高い小さい台に置いてるんですけどねあのちょっと重たくて前に落ちたりとかするので <laughs> ごめんなさいもう下に置いとこうねちょっとね、うん、ごめんなさいねツイキャスの皆さんグラグラしてますね、うん、あいやだからごめんなさいねはい今ちょっと低くなったけど距離は近くなったかなはいその方がいいんじゃないですかねすいません今やっと少しねもう下に置いたから落ちることはないと思います <laughs> あツイキャスの皆さんごめんなさいねもうひっ私の大きな手ばっかり見せたりとかね前に かがんだりとかして真っ暗なったりとかね、うん、してましたけど。はい、このあぶしばれ。まあ、今なかなか見ないですけど、まあ、東海岸沿いとかね、この。あの、いろんなところで。なってるからね。でも、こういう風習もぜひ、まだ残してほしいですね。あった方がいいですね。うん、これあの、うん、やっぱり、なんか。あの、国際ね。公民館。で。取り組んだり、自治会でも取り組んだりとかね。うんうん このまあ、両親の皆さんたちもやると思いますけど春澤の皆さんとかね、うん、残してほしいなとその心を、ねうん、子供たちにね、うんうん、伝える意味でねはい今はあのトマトなんかもすごいですよね。はい、はいうん とっても美味しかったですよ。私昨日あのお友達からいただいたんですけどねトマト、あのハイバラのハイバラはトマトで、ハイバラのこの道のそばですぐ売ってますけどね。ね。とっても美味しいトマトはいっぱいありますね。はい、今ともとも種類がたくさんあって、あのギノザのこのフルーティカトマトもいっぱいマサイビンドもいっぱいあの甘くて。 本当にフルーツみたいに食べれますおい、うん、しい何、うん、か桃、うん、桃みたいな形のトマト昨日食べたらとても美味しかったですね、うん、今またちょっと細長くてね黄色がしてるんですけどねあれも結構甘くて美味しいですけどね、うんうんはあぶしばれからトマトの話 <laughs> <laughs>

取れてますね。美味しいです、本当。アセロラみたいのが出てますね。ピタンが今今これが時期ですよ。はいはい。ピタンがね。アセロラのあの種類のね。種類違うちょっと大きいの。うんそう香りがいいピタンがね。ピタンが出てますね。おえっとそのたんさんからも切ってますね。食べ物は体を作る大事なものだから、大いにカタロ女子トークですよと。ね。うん。 そっかそっかっていうことでね、じゃあ一旦ちょっと CM 入ってみたいと思います。はい、カフボイラジオ、チムビラ、ユダサルグト、ウニケイサビラ、熟天星長そうかなと思ってますけど。熟天<点>、うん、あああれの歌だからね。うん、あぎ熟天だったかな。なんか、うん、熟天じゃ熟天ってあるの古典のあれはもうとっても遅いよ。

私は乗り過ぎかなと、うん、近い方がいいかな先生チンザ見合わせといてよ <laughs> とということで c m ビ b たん、えー、ここ、えー、パークアビニュー入口沿いにあります FM 小座のスタジオから生放送しうとどきそういびん中や大和口がオフォークなトイビーシが <laughs> 生からまた島口マンチャーヒンチャーしながらカタティーケアンリオムトーイビークとユータサルグトゥニゲーサビラシ、あのージャンチャーちゃんちゃんの皆さんもですねアブシバレ監視やったんどということでねぜひ行、あのー、っていただけたらなリチウムトーイビークトーユータサルグトゥニゲーサビラ はい、ということでねえー、っとじゃあちょっとここで曲いってみたいと思いますが <coughs> 千代先生のね生演奏の前にえー、っとこのチュクテンブシ「竹天節」「あぎ竹天」「あぎ竹天」を CD ですけど流したいと思います<あ>はい、はい、CD ですので千代先生大丈夫ですよしばし,し,しなくてもね <laughs> はいあの千代先生のまた別で撮っておいてますので はいえー、とアギ竹天節と伊豆杯竹天節行ってみたいと思いますちょっとじゃあ一旦 BGM 切りますよはいじゃあちょっと曲が合ってたらいいなと思いますけどちょっとトラックの,あの順番書いてなかったので当たってなかったらごめんなさいちょっと行ってみましょうねじゃあアギ竹天節伊豆杯竹天やいびん はいといととうことでお届けした曲は「えー、と上川聖人先生と千奈さだおさんの『あぎ竹天節』と『移住ハイ竹天八百屋はいということでねもうあの曲が流れてる間も千奈先生指がねもう三振の指折ってましたけどねさすがだね、はい。でもやっぱこ,のこういう曲聞くとすごくなんかこの。 ちょっと最初のね古典みたいなところのこのちょっとねビシッとこの締まったような感じとまた早くテンポがね早くなるところでちょっとまた気持ちがリラックスするというかねあのこの田植えの仕事してちょっと気持ちが跳ねかす感じがありますね。と、はい、いうことでじゃあえっとそうですね、うん、まあ本当にね長い古典の歌だとちょっとあの 8分とかねそれぐらいかかってしまうんですけど今回はまあこのアブシバレーから竹、まあ、天節ということでつなげていきましたけれどもやはりこの熟衣も熟意する時にはもう一虫もね、まあ、受粉させたりする機能もあるんですが役目もね持ってはいるんですけれどもやはりあの作ってる側からすると害虫っていうことでね。 まあ船に乗せてそのあの役を払って今年も豊作ねミルクヨガフ願えるようにということでこの儀式がね行われるっていう話をずっとしてますけれどもえっとここでもう一度だけえっと CM 行ってみたいと思いますカフムイラジオまだまだ続きますユタサルグットウニゲサビラ 十分ぐらいだけど先生なんか一曲弾けますか？うん、何の曲弾けます？どうなったら？しきの喜びがいいかな。しき、うん、の喜び。うん。何番ぐらいまであるこれ？四番です。四番まである。春夏秋冬。うん。あ,あそっかそっか。しき<式>。五分はないですか？三分三分三分三十秒ぐらいじゃないかな。うんうん 揚げちく天はあれね、田、田植えとか、この田んぼの様子とか歌ってる。歌詞的にはどんなですか?。揚げちく天ですか?。揚げちく天とかチュクテンち、ちく天。ちく天が今の歌詞、あれ二つある、あの。うんうん、あのだいたい古典の新楽曲、幕開けの時の歌うのは、豊かなるみうの。 でやを今のはこれは松竹梅舞踊舞踊の時の歌詞で「二葉からんじてふ葉からんじて実って大きな岩を抱くぐらいの大きな木になる<ー>このそれを歌ったのが明竹天舞踊の歌詞ですねこれは。あのー今は カッシーさんが今聞いてるんですけど、田植えの風景歌ってるんですかってやって。でこれはなんか今、あの先生から聞いたら。結局。あのね。あのね。二葉が出て、そこから実って。そう大きな大木になる。大きな大木。実る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 。っていうことですね。大きくなって。この。大きな木のように。もう栄えていく。なるほどね。 はい、といととうことでで CM した。今 CM の間にねカシーさんから、えーと「田植えの風景歌ってるんですか?」ってあったんですけれど <laughs>、うん、えと千代先生にお聞きしたところこの,あの双葉がねこの目,、ま、目が出てきてそれが大きくなって、うん、ま大木のようにすごいねあの 大きなものになるようにっていうことを歌っているとありましたけれども、まあ丰硕を願う歌ということで、まあ、まあ通常でしたらね、崩れることはあります。うんますね、やっぱりあの種というのはね、種はまず種植え付けて、このちち、うん、あの地に。 はい、植えつけて始めて、うん、まず最初に 2, 2つの額、はいね、が出ますねあねふたふた輪から、うん、それからだんだん大きくなって大木になる大きな木になるというのと、うん、あるいはあの植物でもやっぱりこう、うん、植えたら実ってふた輪がこう出てくる、はいうん、そういうそれが素晴らしい。 うん、大きなものになっていくんだよはい、はい、最初はこんなちっぽけでもこんな大きなものになる人間にもやっぱり考えてみると通ずるのありま人間も小さいゃこんな何も分からない人間でもだんだん大きくなっていろいろ勉強して偉い人になりなさい、うん、なるよというふうなこれが考えようによっていろいろ通じるのは、うんね、通じるのはありますよねね何ででも双葉からだよのことですけどね。 はいということでじゃあえー、っと今ちょうど C.M. 開けましたので早速千代先生に生で今日はね三振持ってきてますから一曲お願いしたいと思いますが、えー、私が <laughs> <laughs> 朝はわりに弱いな、ねね、はいじゃあどうなるかわかりませんけど自信がありますよ <laughs> ねこれは生なのでね。<laughs> 先生今日はヌルル曲い四季の喜びですね、はい、四季の喜び、えー、私が歌ってるのも四季の歌もありますけど、うん、四季の喜びというのはこれあの小浜志恵先生うちの先生が歌われてる歌,、うん、歌ですので、はい、これ歌います、はい、四季の喜びはいいきますごめんなさい <laughs>

あちヤややのヤマンモミジバノサチヨフクヨロチコノハナイロウノチュラサヤミ

ちよろちはだんかるがるとフィサミーきれん,んれわかうと、はい、さてもたのもしや、はいはい、さてもたのもしや、はいはい、すりよあねえはい。

その沖縄の季節、はい、春やの山、緑場の藪さしすぎて、花の数々咲いてるその春のあの風景ですね。うんはい、夏は夏はあちさぐとうちな、はいや、うん、あのあんまり暑いですから、うん、みんな家業を求めて、あのキングシーツはい、とかにこう。うん 前はそうで金賀島にしちゃとかにみんなねお隣近所の方々が集まってその陰ワウトっていろんな物語話物語をやってそれがまた癒しにもなるし和語この隣近所のその和を持つことも一つの楽しみの一つですね語り合う話普段のねみんなで語り合う。 どんな話があるか、みんな聞きたいですよね。相手の話。そういう風景ですね。あの楽しむ。はい。キーニシャーグアウトってさ、楽しんだという。秋、秋、秋見ないね、やっぱりね。実りの秋で、あの。こう紅葉の季節になりますね。そういった秋にまた、あの。地区の花、菊の花がまた。 咲いてきれいてだなというな、ねうん、冬は西風寒くなって、うん、やっぱり親親,親のお痕を育てられた抱、うん、かれて冬は抱っこされてひ、うんはいたごあのなあかんかい包まれてね、うん、その温かさその親の愚痕を忘れないという思い出すというふうな。うんうん あの歌詞になっております、ね、式のだからこれが四季の喜びという風に題はなってますけどね、うん、これ小浜主演さんが歌っております、うん、この方も尊田の方ですけどね、うん、もうだいぶ前に亡くなられましたけれども、はいうん、私の先生です、うんうん たくさんの歌も残されておりますよ。タコ山とかね。ありますね。からとか、うん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 。もう残されてます。歌は、はい。はい、ということでね、千代先生の四季の喜び。生演奏やいびだん。ね。時々またね。生演奏入れて、ちょっとね、はねかしていこうかなと思ってますのうん、あの、ええ、ドッキンドッキンです。やる方はドッキンドッキンだよね。聞く方はもう。 ワクワクしてねちむどんどんしてますけどね。<laughs> はいということで、えー、ともうあっという間にお時間やってまいりましたよ。はいということでね今日は、えー、とちょっとまあ時期的には少し早いかもしれませんが旧暦のシンゴアな吉日ウティなアブシバレまリチまあの畑のねこの 田んぼのこの稲とかを含めて竹衣竹いしてるものが今この春先から夏に向けてこの育ってきて大きくなってむしろもまあ活動が活発になるということで、うん、その網芝礼の話から竹衣熟い始まってああのアギ竹天節、うん、そして移住廃竹天、うん、そして先生のねまたこのほかまちお先生のえー 四季の喜び、っていうことでお届けしてまいりました。ねうん、また来週もですね、あの、皆さんのお耳に書かれたな、リッチ、ウムトイビークとユタサルグとウニゲーサビラ。この後もまた FM コ座の番組で楽しいで歌び見せびりをたい。また来週やたい、イペニフェイーレービータン。ニフビタン。